今日触った本はこちらの米沢ほのぶさんの米沢屋書店です。こちらはですね、本格ミステリー大賞の評論研究部門にノミネートされました。この本格ミステリー大賞、実はですね、今年は小説部門でこちらの黒牢城も米沢ほのぶさんは、ノミネートされてるんですね。今年、作家20周年を迎えるということで、20年間の間に本にまつわる文章をまとめたものになります。まあ、一番最初にね、紹介されている本がですね、綾辻ゆきとさんの時計館の殺人なんです。ミステリー好きな方、小説好きな方、ぜひこちらの一冊、書店の方で探してみてください。それではまた次回。